はい、はい、皆さんこんばんは。ハンサム落語ニコニコと動画配信記念、はい、ビデオコメンタリー生放送スペシャルでございます。はい、よいしょ、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。というわけで、はい、ついに始まりました。まずは自己紹介から、うん、宮下さんお願いします。はい、私ハンサム落語今のところ解禁賞で出ております宮下優也です。よろしくお願いします。よいしょ。はい、皆さん、はい、あ、これ言わんでいいんかな。まあいいんか、これ別に台本通りじゃなくていいか。いいね。ええやね。うん、ごたごたしてますけれども、はい、はい、ということで私は平野亮です。こんばんは。楽しんで、見てください。はい、ということでね、お願いします。はい、というわけでですね、うん、本日ハンサム落語ニコニコ動画配信初回ということで、はいはい、このハンサム落語常連の2人で魅力や裏話なんかを、実際に配信しながら、うん、見ながらお話できればと思っております。ちなみにですね、はい、本日配信するのはですね、2013年2月に行われたハンサム落語の初演の本編の前半1時間らしいんですよ。はいはいはい、はいはい、そして今日から8週間にわたって第1幕から第4幕までの本編映像を1時間ずつ配信していきます。配信のスケジュールはクリエチャンネルのブロマガに掲載されておりますので、そちらをご覧ください。はい、はい、ということなんですね。そうですね。ねえ、はい、まあ、あれですね、本日の配信は21時10分からになりますので、うん、あともう少しだけお待ちください。本編の話はその時にするとして、放送の最後にはお知らせもございますので、ぜひ最後まで見てください。なるほど。はいはいはい、はい、ねえ、もうね、ワイルドに勢いがワイルドに台本をね、勢いがすごいことになってますね。という形で、でこちらの生放送でございますけれども、うん、はい、21時10分からは僕たちの、はい、僕たちも配信の映像を見ながら、うん、本編についてお話をしたいと思います。うん、動画をですね、同時に見る方法ですが、うん、もう一つのブラウザを立ち上げてもらって、うん、動画のページに飛んでもらうと、うん、この生放送と同時に見ることができます。うん、ぜひ副音声っぽく見ていただけたらと思います。はい、というわけで、ね、言うことは終わりましたよ。終わりましたね。終わりましたよ。はいはいはい、どうしましょう。あと6分くらいありますよね。はい、いや、まあ、コメントいろいろ好き放題流れてるんですよ。あ、そうですね。もうイケメン好きなやつらがゆうやくんパジャマみたいとかね言っとるんですよ。ほんまにね。で、いや、これね、ちょっとこれ言いたいんですけどね、うん、まあこうやって見てくれてるってことは、まあ来てくれんのかいなっていう話でございまして。そ、次ね、うん、もうチケット買ったよって方ちょっと買い込んでください。チケット買ったっつって。あ、もう売ってますからね。うん、そうですよ。行こう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 。買った買った、買いました買いました。嬉しいですね。いや、すごいですね。もうちょっとね、すげえ、すごいですね。あ、福岡とかね。あー、なるほどね。いいですね、これ。いいですよ。あとこれ何分喋れんの。あと6分くらい。6分くらい、5分くらいで。亮と今回絡むよな、また絡むね。うん、いや、もう前回のね、千秋楽は、いや、もうあれほんますごい、第3幕のね、あれひど千秋楽はひどかったから、飛ばしすぎてね、ひどかったからね。すごい、もうね、もうほぼな、朗読劇の、一応これ朗読劇ですから、ハンサム落語って。そうね、朗読劇の域超えてましたからね。超えてたね。いや、もうあれはちょっとね、うん、まあ、見た方分かると思うんですけど、凄まじかったです ね、 ね、まあ、俺ちょっと言いたいのが、今回メンバーちょっといろいろいるんですよ、うん、ね、あのちょっと言っていきましょうか、はいはいはい、磯貝龍谷、うん、コニー、あとジュリー、あと末原くん、あと林くん、平野くん、宮下優也、友和さんで、米原浩介と、うん、ね、めちゃくちゃ多いんですよ。これもチラシ見ていただいたらめちゃくちゃ多いんですけど、俺ね、ちょっとこれ言いたいんですよ。前の声見た方はい、はい、何ですか。林くんの落語見ました。見ました。林くんの、いや、僕はもうね、ね、なんか、まあ、人気な子っていうのは知ってるんですよ。で、まあ、顔も可愛らしくていい子だと思うんですけど、あの一緒にやってましたからね。一緒にやりましたけど、うん、俺マジで赤坂のその辺歩いてる人連れてきた方がもうちょい上手いんちゃうかなと思うぐらい、ものすごいかむし、わけわからんこといっぱい言うし、そうね、もうなんやねんって思って。そうそうそう、落語っていうか、この劇向いてへんなってマジで。で、お客さんもなんか可愛いってなってんねん、うん、で、それもちょっと腹立って、いや、可愛いあれへんわって思って。ほんで、今回このチラシ、うん、ドンって見ていただいたら分かるんですけど、ドセンターにいるんですよ。林くんが引き連れてますね。ハンサム落語を背負ってる、そうですね、人みたいになってますから。いや、ただね、あの、うん、初日明けて、うん、そのまあ、大体ダメ出しとかあるじゃない。あるある。で、それを初日打ち上げっていうか、まあ、ね、うん、ご飯食べながらみんなでやってたのが、うん、やったやったやった、すさまじい修羅場みたいになってたよね。いや、もうちょっとほんまにちょっとピリピリしましたからね。ピリピリしたね。ねえ、いや、ただ今回はもう本当に、
リベンジするっていうことで意気込んでますんでね。まあね、まあそのね、林くんは地方公演はないんですけど。あ、そうね、東京だけだ。そうなんですよ。でも、え、回るやろ地方。回る回る。うわ、じゃあ寮ずっと、あれ凱旋も回るんや。そうだね。あ、もうじゃあもうずっとや。そう、最初だけいない。最初の3日くらいだけいなくて。いなくて。そう、本番になったの、ここまで。え ?15 日まで。そう、で、次の日初日だ。ちょっと待ってや、すごいですよ。15日までやって、16日からハンサム落語。そうです。これは亮君4人説が出てきます。いやいやいや、フラッシーやね。フラッシー。いやいやいや、初だからね。福岡に行くこと自体初めて。いや、俺もめっちゃ嬉しい。人生でめっちゃ嬉しい。だってこのクリエさんがなんか言われて、この前のハンサム落語終わって、ゆうや、次どこでやってみたいみたいな、うん、まあ多分亮も聞かれたと思うけど、うん、俺ら福岡って言ったやん。マジで実現したからね。いや嬉しいわ、めっちゃ嬉しいわ。そう、美味しいものいっぱい食べてね。美味しいものいっぱい食べて、うん、いやもうほんまにめっちゃ俺嬉しい。ほんまに嬉しい。旅行やと思ってるから。うん、そうね。いやもうちゃんとしたもんそれは見せますけど、もちろんもちろん。いやもうほんま旅行やって思って僕は行きますからね。うん、いや楽しみ。大阪はね、はい、前行ったけどね。前行きましたね、大阪公演行きましたね。ただで凱旋ですよ。凱旋ですよ。テニスの王子様。凱旋ですからね。やり口もテニスの王子様です。どうしました。東京大阪回って手に目です。いやいや、手に目、うん、ラグビーミュージカルじゃないから、ね、ミュージカルじゃないですけどね。まあまあそんなわけでございましてね、はいはい、そろそろですか。何ですか。そろそろあと2分、あと2分あるんですけど、今回ちょっとどうですか、あれ意気込みとしてちょっと聞きたいね、りょうくんの。そうね、うん、まあ、5回目ですからね、うん、で今回またメンバーが、うん、そう前回の4の、うん、4幕の時のメンバーが結構ポップというか、本当、うん、今までがしみったれた小劇場でやってた職人気質の役者だとしたら、すごいなんかパステルカラーのポップな役者さんたちが多かったから。あ、そうですね、まあ、上ちゃんとかさ、あと、まあ、フッキーさんもそうだし、あ、あと誰も、太田のもっくんとか、もっくんとかね、すごい可愛らしい感じだな、だったんだけど、今回また職人どもが集まったみたいな。集まりましたね。だから相当。そうですね。俺このタイミングでジュリさんが帰ってきたからね。そうね。ね、一幕ぶりにね。そうですよ。そう、いや、いいですよ。これみんな共演したことあるけど。俺全員ある。うん、コニーもあるし。うん、コニーある？あるある。コニーどんな落語すんのやろうね。いや、俺多分可愛い感じで持ってくんじゃない？俺だから、ね、そう。俺だから、うん、逆にいかつい親父とか見てみたいんですっていう話をしてて。なるほど、落語とかやったらね、まあ分子持っとりとかね、そういうああいうちょっと渋い親父とか、やっぱ、うん、やっぱ女型とか可愛いのとかはすげえうまそうだから。いや絶対うまいっすよ。そうそうそう。楽しみなんですよ、ね、あ、宮下平野ピアの時行きますとか言ってくれてます。 ありがとうございます。嬉しいですね。下ネタを期待してるんでしょうかね、うん、まあね、まあ、そんなわけでございまして、そうそう、もうそろそろ、もう2分は経ったでしょ。あれ、本編始まる？始まらない、始まらないということで、始まらない。ウノでもしますか。ウノします。ウノでもしますか。じゃあ、いやいや、でもね、俺ちょっとこれあともう一人触れたいんですけど、うん、あのコウスケいるんですよ、うん、コウちゃんね、ラン&ガン2人出てますから。 で俺この今ね、うん、このハンサムラックやる前にクリエさんにボーイズトークっていうのでコウスケと一緒で、ね、でつい最近までコウスケと芝居やってて、うん、俺3、え、4ヶ月コウスケと一緒になるんです。俺もそうなんだよね。あ、そうなの。俺もだ、うん、先月とかこの前やってた本番、うん、コウちゃんゲストで2日、3日か2日間出て、うん、ボーイズトークやって、うん、で年末に、うん、あの別の舞台で、うん、まあ絡みはしないんだけど稽古一緒の、うん、1と2を1ヶ月で、うん、あのやるっていう、うん、でコウちゃんが2、俺が1なんだ、稽古場は一緒みたいな。あ、一緒だね。あ、でもずっと一緒ね。ずっと一緒なの、コウちゃん。急にこれちょっとね、俺ね、コウちゃんいっぱいいるなみたいな。コウちゃんいっぱいいますし、俺コウスケと、うん、なんかもうラン&ガン組む前から入れたらもう18年ぐらい一緒にいるんですよ。そうなんですよ、18年一緒にいて、うん、芝居するのめっちゃ照れますよ。なんで。めっちゃ、え、2人の会はあんの。あるある。あるんだ。あの凱旋帰ってきた時にあるある。ほら、うん、本当だ、あんねん。え、本当に。ほら、見えあれ、あ、でも一緒にはやんない。あ、いや、一緒にやるわ。やるやる。うわ、ちょっと楽しみ。いや、そやねん。もう、コウスケあうんの呼吸でしょ。そう、俺、だって
お互いの初めての彼女知ってますからね甘酸っぱいですね。そうですよ、その中なんで、そうですよ、甘酸っぱい、甘酸っぱいですよね。ただ俺友和さんと今回絡めないから、友和さんが今回2日しか出れないからね。そうですよ、友和さんね、友和さんもなかなかちょっと電波な人ですからそうね、ねえ、凄まじいですよ、ね、これちょっと聞きましょうよ、これ書いてくれるんだったら、誰の落語、誰と誰のペアが楽しみみたいなのあります？なんかね、いや、うん、聞いてみたいですね。聞いてみたい。2人かな。いや友達みたいなテンションできた、ね、飲み会みたいなテンションできた。あれ来ましたよ、いろいろ。ジュリーさんと平野さん、平野優也、まあ嬉しいですね。うん、嬉しい。いやでも、もうすごい。龍二亮君、龍二出ないですけどね。いや、龍二、ね、この前出たかな。この前出たんですけど。いや、アッキーの名前一回も出てこねえな、おい。出てこない。あアッキー、アッキー出て、俺はアッキーとやりたいんだよ。え、マジで？もう譲るわ。いや、で俺一回あんねん。いや俺ね結構アッキーと芝居すること多いから、うん、マジで。そうそう、で昨日も別の撮影のリハーサルやってて、うんうん、俺はもうあのテンパった時のアッキーをいじるのが大好きだ。いやもうほんまちょっとえ変わってなんでやねん。いや言っても、いや、もう今回はねすごい仕上げてくるそうですよ、うん、絶対やな。俺もう俺なほんま一番あかんねんよあのできひんくて笑いとるやつ。いやいやこの前がね、うん、この前のあの修羅場俺もう忘れませんよ。大変やった。大変やったね。そんなあれやで、あの どんだけ大変やったかって見てへん人のために言うけど、うん、あのこうカゴをね大将がパッとこう土下座から顔を上げると、はい、まあ、正しいのはあの言ったらカゴに乗った人、あの、のれんがパッて上がって、うんうん、そこに出たのはお久でございます、うん、はいはい、っていうそのセリフを言いたかったのかもしれないけど、遠くの方を見るとタッタッタッとーとかカゴが出てきてカゴから出てきたのは垂れでございますって言って、もう意味わからないこと言ってますからいやでももう伝説ですからね。そうですよ、カゴから出てきたのは垂れでございます意味が分からへんからねいやありましたね、一番いいシーンの時だったんですけど、僕も引きずりましたねそれは。かわいいってなんやねん、かわいいってどういうつもりで書いてんねんほんまに一緒にやってみやマジでほんま、いや楽しんでいただけてるみたいですよ。はい、まあ、これ本編は始まってんのかな。これ本編始まってんの、実際はこれ始まってない、始まってないのね。あ、始まってないんだ。あ、なるほど、なるほどね。もうじゃあもう本編なしでこれちょっと実際UNOやるパターンでやってきてもいいんじゃないですかね、はい、まあでも本編ね、はいはい、もういっそのことトークが本編でもいい。まあ確かにね、そうね、あそうしよう、うん、だ今回今回ね、オイラン一番最初もうからテーマとしてるのが男オイランみたいなね、この衣装。そうですね、まあ、これがはだけて魅力的というか、うん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 、一つのね見せどころになってるわけですけどね。そうですね、だ最初結構戸惑ったけどね。いや戸惑いましたよ、だってタイトルがハンサム落語ですから、うん、そうでも今やなんかねもう慣れてられた感じになってるけど慣れますけど、うん、いや今でこそね凱旋とかできるようになって結構大きなったじゃないですか、うんうん、もうだからその当初は結構戸惑いましたよね、うん、戸惑った。やっぱハンサムってっていう、うん、そうそう、一つね重いハードルが、うん、高いハードルがさそうやねんな。そうそうねえ、うん、いやこれね、うん、あの女性の方、うん、まあこれ見てる方大概女性は思いますけど、うん、あのハンサム落語、うわイケメンがいっぱい出んねや、キャー、あそれで落語古典に触れれる嬉しいっていうの、うん、ダブルで嬉しいみたいなこともあるかもしれないですね。でも別に我々これほんま、あの、まあ、みんなねこう綺麗な顔しますけど中身はね別にほんま泥臭い人らなんですよ。いや本当そう、ね、別に自分のことがかっこいいだり何だりを別に思ってなくて、そう、ね、でもうそれでなんか宣伝とかするときに、うん、プロデューサーさんとかにな、うん、次何の芝居出んのって言ったときに、うん、ハンサム落語ですって言ったのがもうめっちゃ恥ずかしいんですよ。そう、ね、だから第2回目くらいまでは、うん、次何やんの、あ落語やります、あ、ね、知ってるハンサム落語でしょみたいな、そうなんです、すいません、あのハンサムやらせてもらってますみたいなそうです鉄板だったね、その流れはね。そう、まあ言ったら大概え全然ちゃうやんっていうようなことを言われるから、うんね、もうほんまにね、うん、だから中身は逆にしたいねっていう、うんうん、まあそんなことでね今ちょっとねピラッとこうカンペ見たら始まる、うん、間もなく始まるみたいですね、うん、
ですか。まあね、生放送やからこういうこともありますわってことでね。じゃあ大丈夫でしょうかね。いいですか。見ない。ね、これはちょっと。じゃあこのままトークで行っちゃいますか。トークで行ってね、うん。これはいいですか。これはちょっとすごいね、こういうトラブル、ね、楽しいね。今スタッフさんがね、こういう今みんなみんな受験生みたいな顔してますからね。みんな頑張ってますよ今必死で。うん、生のりょうくんがいいってなんかちょっとエロいですね。いやいやいや、今なんか流れてましたよ、はい、生のりょうくんがいいって。ちょっと逆にしたら危ないね。ごめんなさい、ちょっと始まっちゃうね。始まっちゃう、ごめん、もう夜ですから。生のゆうやがいい。ありがとうございます。あ、これで見る感じですか。なるほど。僕が再生をしたらもう流れるの。あ、じゃあみんなでせーので。じゃあみんなでせーので押しましょうということで、いきますよ。そうですね。はい、3、2、1、ポチッと。いや、押せてない。ね、うん。来た来た来た。ほう。あ、音は出ないね、これね。音出ない。音は出ないね。無音で楽しむ。皆さんは、皆さんは音とか聞こえてんのかな。画面出ない。あ、やっぱ出ないんだって。画面出ないよっつってね。だからみんな感じてください、うん、みんなこの世界観を、このきらびやかな世界観を。非公開でダメ、非公開でダメってなってる。なるほど。いや、こういうトラブルもありますね。トラブルあるんですよ、うん、トラブルも。これは林くんのせいにしましょう。なんでやねん、なんでやねん。え、これ映像はみんな見えてんのかな。うん、映像、あ、でも非公開だからもう見れてないんだよ。うん、ほらトラブル。お風呂入ってくる、やめてください。ちょっと待ってください。あ、お風呂入って、あれ、うん、僕は聞こえてますけど、これみんな聞こえてる。あ、聞こえてきた、聞こえてきた。映像見れません、うん、見えません。見えないか、ワンコと遊ぶね。もう始まっちゃいましたよ。もうお風呂入りましたって。いや、お風呂入りながら見てんのか。お風呂入ってきた、何の報告やねん。うわ、いや、でもちょっとね、開けガラス懐かしいな。え、うわ、これは…ういういしいな。ういういしい。これ見れた、見れたの、みんな。みんな見れてんのかな。あ、目、なんで、見れない。あれ、見れない。俺らだけ楽しいじゃん。俺らだけ楽しんで。ほんまですよ。もう、なんやったら俺も映らないようになってきましたからね、もう。りょうくんのみ映るっていう。ずっとこっちになってます。はい、もうそんなことになってましたけど。いや、懐かしいですね。これ2年前ですか。ねえ、これ 2年前です。覚えてるな。いや、これはもう、はいはい、運営コメントで現在支持しております。ね、運営コメントで現在支持をしております。あ、ということなので、ね、そうでございますか。もうこれだから、ちょっとこれ皆さん、これスタッフさん、あの準備できるようになってから、あの見るってことにして、僕らそれまでフリートークしてるって方がいいんじゃないですかね。なんかね、その方が多分皆さんいついつ見れるって気になるから、これ一回止めましょう。これ止めよう。止めよう。じゃあそうしよう。そうしよう。そうしよう。お話しましょう。じゃあ、うん、だってね、みんな意味がわからん間になりますから ね、 そうね、これ、うん、そらそうですよ。それはみんな喋った方がいい。わ、髪伸びたな俺。いや、こうやって見たらめちゃくちゃもう今ロックバンド前として、いや、ほんま、なんかちょっとした不老者に見えましたね。やめろちょっとした不老者ですね、これ。でも2年前か、うんうん、でも2年の間に5回やるって。いや、すごいですね。嬉しいね。だ、最初から第1幕の時からプロデューサーさんと、うんうんうん、いや、これ本当なんだったら海外持ってきたいよねみたいな話もしてて、うん、そうそうそう、ニューヨークとか絶対外人とかそういうの好きやから。そう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 、外国の方とかね、好きですから、みたいな服装だったりとか、はい、うんうん、いや、だからそれがちょっとずつ叶ってるっていうのはね、また、いや、嬉しいですよ。嬉しいですよね、これね。あの、本当にね、皆さんね、落語見てもらったんですけど、あの落語、これ半沢落語見たい、まあ、本編もしこれ見れなかったらね、うん、見れなかったらもこれ DVD 売ってますから。売ってます。はい、まあ、そんなことより、あの本当にさっきの方の生がいいじゃないですけど、生を見てもらった方が。そうね。いや、絶対そうなんですよ。まあ、うん、ね、今回凱旋あるから、ちょっと無理してでも来れる距離な人は、ぜひ見たいですね。どっかの公園で来てほしいですね。ぜひぜひ。
うん、いやこれは本当だから関係者さんとか役者の方とか見に来てもやっぱ楽しかったと言ってもらえるから、うん、それは嬉しいね。なんかもちろん照明があったりとか、うんうんうん、まあ音が最初と最後に入ったりするけど、ほぼ役者で、そうそうそう、作品というか物語が、ね、うん、そのテンポだったり間だったり、うんうん、その空間を支配していくのが全部役者に委ねられてるから。そうなんですよ。これは生で見ていただくとね、毎公演だから違いますしね、うん、違うね、うん、全然違うんですよ。だからその、まあ、何が面白いかって言ったら、落語っていうのはあのほんまにもう俺らが生まれる前、なんか俺らのお母さんとかが生まれる前とかの本当に本当に古い話、おばあちゃんが生まれる前とかだったら、 そんな古い話が ほぼ手を付け加えなくても、うん、今見聞いても面白い、面白いんだなっていう、それはすごいことですから、うんうん、ね、だから古典に触れるっていうのはあの堅苦しい感じじゃなくて、うん、ね、イケメンたちが、イケメンたちがあのそれはハンサムなイケメンたちがですねあの面白く饒舌に喋りますから、それを見ていただきたいなってことでございますけどね、はい、ね、これまあそういうわけでちょっとこれなんか質問を受け付けようかもうすごい、もうなんか トークイベントみたいのしましょう。だってもうこれ楽しいね、そう、ハンサム落語以外の話でもいいですよ、なんか質問受け付けます、うん、そうしようか、うん、何でもいい、何でも来てください。俺これパッて見て思ったけど、俺タモリクラブの空耳アワーのあの安藤さんでしたっけ、安西さんでしたっけ、ね、安西さんね、安西さんに安西さんに見えてきたんですけどね、いやちょっと似てるじゃないですか、ね、ちょっと見えてきたんでじゃあタオルでもあげますか、タオル、はい、じゃあこれタオル、ちょっとよかったら耳かきあげます、いやちょっとそれコメントくれたらね、そういうことやりますから。なんかね、んこれ見えんねんな、これ微妙に、面白かった演目、うん、何やろ、あちょっとすごいコメント流れるから、すごいね、吉原行ってみたい、あ共演者の中で一日変わってみたい人、おどういうこと、共演者だからこの中で、うんうん、あの自分自身入れ替われる、変われるってやったら誰と変わってみたいか、誰だろう、うん、ジュリさんかリュウコかな。なんでリュウコ？やっぱ背がさ、あ、なんか二人ともドーンってでかいから、タッパがね。その目線でちょっと、なるほどね。暮らしてみたい。ああ、そう、リュウ何センチ？73とか4。あ、でもそこそこ大きいやんか。いや、でもね、今日本人の平均ってね伸びてて、今75、6なんだね平均が。あ、そうなの？そうだから俺平均よりちっちゃいんです。マジで？コウスケとかもうじゃあもう逆を行きまくってるやん、はい、コウスケなんかあれやで、顔とかめっちゃ綺麗しめちゃくちゃ男前やけど、ね、引きで見たらレゴブロックみたいな体しとるからなんだっけな、コウちゃん自分でも言ってたんだよね、なんか俺なんかね、俺の体ちょっと変でこいんだって自分でこの前言ってたわ、三角錐みたいな体しとるからね、そんなことないよまあ俺も練り消しみたいな体してますけどね、いや、なんだ練り消しみたいな、まあそんなことでございまして、あ、もういけるみたいですか、あ、もういけるみたい、あ、いけるみたいですよ、はいはいはい、じゃあどうしますか、じゃあこれちょっとスタートします、用意スタートで、はい、あ、じゃあ用意スタートで始めます、じゃあ行きますよ、はい、用意スタート、あ、来ました来ました、来てます、来てますね、うん、URL って言われてますよ、 URL 貼ってあげてください、もう一回みんな見れたみたいね、見れた、うん、うん、いや、始まってますよ、じゃあこれ見ながらじゃあちょっとお話もしますか、話しましょう、うわ懐かしいですね、俺だってこれ懐かしいですよ、覚えてます、俺と亮、うんうん、これ舞台上で初めて喋ってんの、そうね、ほぼそうやね、ほぼね、そうだ、まだこの時はお互いのこと全然知らなかったもん、ね、全然知らん、全然知らん、全然知らんし、人見知り、絶賛人見知りやったから、そう、お互いね、うん、お互いがね、だ普段裏でも全然一言も喋れないで、全然喋れない、全然喋れない、出ていきなり喋るっていうそ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 う、すごい斬新なことや、そうや、ね、だからその一番最初に枕向上って言って、うん、あの本編に入る前にお話するじゃない、うん、するする、あれももうその場で、うん、ね、ほぼその場で作り上げていくっていう、うんうん、そうやね、うわ懐かしいな、これサンモールですよ最初は、サンモールですね、うん、いやこれデカなりましたね、まさかこっから凱旋に行くと思わなかったですからね、いや思ってないね、うん、いや嬉しいわ、いや
硬い硬い。なんか声がさ、もうなんか違うよね。今と全然違うよ。ありがとうございます。どっから声出とんねんみたいな。いやあね、今とあんま変わんないですね。いやいいですね、飛ばしますね。いや俺なんかおかまみたいな髪型が、ね、確かにね。平野さんどうしたんでしょうかね。短髪ですね、うん、俺これ覚えてるわ、今でも覚えてる。俺もなんか覚えてんだ、こう喋ったな、うん、いや、りょうくんとか別にコミュニケーション取らんでもうまいことやってくれるから嬉しいのよね、うん、でもなんか舞台上で作り上げていくのが楽しかったね。あ、楽しかった楽しかった。あんまり打ち合わせせんとな、うんうん、あんま聞こえないですね、音声の方に。あ、懐かしいな、うん、いや、キャーって言ってもらってますよ、平野さん、ね、もう今だったらね、キャーなんてもうここ最近言われてないんでね。あーねえ、2年前の懐かしいですね。いや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 、え、今はキャー言われないんですか。いや、言われないですよ。いや、そんなことないやろ。言われないです。いやいや、そんなことない。なんか、りょうくんの人気はすごいですよ。ほら、もう今キャーって言われてるやんか。なんかもう助けてみたいなキャーなんじゃないか。ギャーなヘルプの方ですか。そうそう、ヘルプの方だ。ギャーない、ギャー書いてるやんねえ、いや、ありがたいです。うんうん、あんま聞こえないですよね、うん、なんかあんまり聞こえないですけど、ね、これみんなと見てるあれ一緒なんだよね、きっとね、今、うん、うわ、始まった始まった。いや、はずちょっとはずいんですけどちょっとはずいんですけど恥ずかしい恥ずかしい、やばちょっと恥ずかしいですよ、これ。え、これどんな、これ、あ、ちょっとこれ、あ、ちょっと、はずいよねやべえ、やばいな、これこれは恥ずかしい。今3分42秒ですね、僕らね。恥ずかしい。ああ、これか、そっか、明けガラス。そうだ、第3幕でもやったんだよね。やりましたよ。やったわ。あ、第4幕か。なんかやったね。やっ、これやったわ。またエロい話か。そうそう、あの、あ、遊郭の。ああ、そうだそうだそうだ。いや、いいですね、楽しいです、ね、いや、やっぱこれ、やっぱ初演ってさ、うん、一番最初別に何も意識してなかった、うん、なんか、お、ちょちょ、もうちょっと小さく、うん、ちょっとでかすぎる、でかすぎる、俺鼓膜破れちゃうかと思った今三半規管グワイよ大きすぎて、うん、最初なんか俺的には、うん、ちょっと落語を意識してたんだよね。ちょっとやっぱりあの、あ、セリフじゃないところとか、結構ブワーッツララ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 って流れるように喋ったりとか、うん、意識してたから多分硬いんだと思うな。ああ、なるほどな、うん、あ、でも確かにちょっと違うね、喋り、うん、発声も違う気がするな。そうね。うわー、これは恥ずかしい。もういや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 、これは早く時間が過ぎてほしいと思います。ハンサム落語に出てご家族やファンの方から何か反応ありましたか、生活への変化はありましたかってことですけど、うん、まあ、特にはないですねいや、でも周りの、うん、そう、やっぱ一番最初って、うん、やっぱ関係者の方とかって、うん、あ、なんかハンサム落語みたいな感じだったけど、今やっぱ結構知ってくださって、うんうん、ああ、ハンサム落語でしょ、あれ面白いらしいねとか、うん、そう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 、見たいねって言ってくれる方がすごい多い。やっぱ口コミがね、そう、口コミがすごいんですよ、はいはい、だからすごい嬉しい、うん、それはもう、まあ、そういう意味ではね、いや、なんかアイドルグループとかユニットって、うんうん、あのスマップさんとか嵐さんとか最初名前つけられた時、うん、これはずい、嫌だなって思うらしいけど、うんうん、やっぱやればやるほど愛着湧いて、もう今ドーンって出せるみたいなことをよく、ね、聞くんだけど、うん、なんかちょっと似たような感覚というか、うん、なんか今ハンサム落語っていうのを別に変な色眼鏡なしでしっかり言えるっていう、うん、いや、それはそうですね、うん、だから結局は
あのみんな役者がねやっぱ結構器用やったりするし、うん、ほんまにスキルあるから、これほんまにただ顔だけいいねイケメン君やったらもうこれはもう終わってた話であって、いやこの中でやっぱ俺らも反省重ねて成長していきましたから、うん、そうね、ねえ、だから誰でもできる演劇ではないというか、多分そうね、うん、いやこれはちょっと今までの人生と役者としてのスキルが試されるからね、うん、そうそう試されんねんな、これは。いやほんま試されましたね、はいはいはい。座ったままのお芝居で難しいところは、座ったままの、いやこれすごいなと思ったのは、うん、やっぱり足にちゃんと足の裏を地面につけとかんと板の上って心配なんやなと思いました、ね、なんかね癖というかなんか、うん、座ったまま物語を展開していくのってなんか動きたなるんです。分かるわ、すごい分かる。だからそこはちょっと難しかったな、うんうん、だからなんかやっぱ朗読劇というか台本があるから、うん、目線外すとこと、うん、あえて台本を読み聞かせるところっていうのは結構毎回自分の中で研究とか決めてやってるんですけど、いやほんまそうやんな、そうでもせんとさそう、うん、耳で聞かして、うん、なんか目で見せるところもあってみたいなところはやっぱ毎回ね、うん、分かる分かる分かる、うん、ずっと研究はしてる。そうやねんな足は痺れる、でもねちょっと慣れてきたかも。慣れる慣れる。一番最初はもう、うん、なるべく早くあぐらにしてたもん、うん、そうそう分かる分かる。ちょっとズルしてな。そうそうそう、最初の工場だけ正座やって、うん、物語始まったら速攻崩すみたいな。そうそうそう、だからこれも明けガラスはまだ短い方の話だけど、うん、あのこの時やったらあれかな、何が一番なかったっけ。これはあれじゃない、あの一番最後にやった、あれ俺やってないんじゃない、なんとか浜、芝浜、芝浜、芝浜が一番辛かったな。で芝浜が辛かったのと、あと一番長いのが分子モットイか。そう、分子モットイがもう40分ぐらいあるから、40分正座っていうのは慣れへん人は辛いかもね。そうね、うん、いやだから分子モットイは、うん、まあ、最終的に20分ちょっとか、うん、25分とかになったけど、うん、そうそうそう、一番最初に台本もらってやったら1時間かかりました。かかったかかった、多すぎるわっつって。分子モットイね、でもいい話なんですよね。いい話、本当泣けますね。全体的な公演時間はどのぐらいってコメントきましたけど、全体的に言ったら1時間半ぐらいですか。2時間、まあ、2時間ないぐらいかな。これ誰確認したいですか。2時間ですね。2時間ないぐらいですね、はい、うん、その最後に大喜利っていうのもある。あ、そうそう、イベントっぽいの、ね、そうそう、そういうのも合わせて2時間弱くらいかな、うんうん、そうなんですよね。本当の客席、本当の寄席で見てみたいな。そう、いいですよ、うん、寄席行くの。俺、僕吉本じゃないですか、うん、最近ね、行ってきたんですよ、お落語見に。お、大阪なんですけど、はいはいはい、いや上方落語ですけどね、うん、めっちゃ面白かった。あ、そう、めちゃくちゃ面白かったです、だから今度みんなで一回寄せ見に行くのはありかもしれないですけど、ね、あ、そうね、うん、そういう稽古もありかもしれない、ね、そうね、うん、でそれ回してもらって、それ回してもらってね。で本番中は音声のみ、音声のみ、声も出せない、声も出せない、俺ら必要なくなる。そうそうそう、うん、いや見た後か変わってるかもしれないですけどね。あ、なるほどね、顔つきが、顔つきがちょっと違う。あ、それいいね、うん、そういう企画あったら寄せ行くのいいですよ。いや、いいですね、うん、いや皆さんの、うん、皆さんのお声でね、うん、そういう、そうですよ ね実現するかもしれませんよ。実現するかもしれんからね、うん、いやいやいや、え、最近、あ、プロの方々もみんないろいろね。だ、これってやっぱ掛け合い落語じゃない、他にないアンサム落語って、うん、2人で、1組でやるっていうのが新しいから。そうそうそう、うん、だ最初はよく分かんなかったよね、え、1人でやるんじゃないんだみたいな。そう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 、そうやねんな、うん、まあ言うたら漫才みたいなことを言う。そうね、うん、そう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 、うん、いやでも俺思うねんけど、これ吉本俺やん か、うん、なんかある程度やっぱお笑いの方と馴染む機会が多いから、まあなんかちょっとバラエティーには慣れてるって言ったらあれやけど、りょうくんとか器用やね。いや本当ですか。うん、なんかパッてできんもんな。誰でも誰でも合うやろ、誰でもやりやすいやろ。まあそうね、やりにくいとかないやろ。あんまないかもしんない。ほら、もう器用やねこれ。そうかね、でも頑固な部分があるんじゃない。あるかな、うん、だから
例えばゆうやとやったら結構うわーって楽しむけど、あの結構かっちりやる時もあるし、ああそうなんです、あんまりアドリブ入れないでかっちりやる人もいるし、人によって合わせんねや、そうですね、リュウコとか意外にああ見えてめちゃくちゃやりよるから、そうめちゃくちゃやりよるから、真面目ですから、そう稽古ですごい真面目なんかなって、本番全然ちゃうことやってきますどういうことやねこの子っていう、まあそれが面白いねんけど、でもなんか俺と組むとね、あんまやあそんななんだよね、あそうなん、そう人見とるな、人見てるんですよちゃんと、友和さんとか狂ってるからね俺はね、俺唯一、まあやりやすいやりづらいで言ったら多分やりづらいんだと思う、俺、いや俺が笑っちゃうから、あそうね、俺ねもう友和さん好きすぎて俺が、いやもうそう一緒にやってるとおもろすぎてね、俺稽古になんなかったの本当に、笑っちゃって、いやもうなんかもう すさまじい、だってこの前もなんかの公演でなんか何人情話みたいなね、で友和さん人情話ってありますかって言って、人情話ですね、あの私ね、あの吉田カバンをね最近欲しいはっつって、吉田って名前だから、僕あの吉田友和なんですけど、あ、知ってますよっつって吉田カバンが今欲しくて、で吉田カバンを欲しすぎて YouTube で吉田カバンのことをちょっと調べてたんですよ。じゃあ一子入魂っていう、なんかねそれを大切にしてて、一針一針ちゃんと縫ってるっていうね吉田カバンの説明があったんですよ。だからねこの声終わったらね吉田カバンをね買いに行こうと思います。で話終わりました。もうわけわかんないです。人情話だったんですよ。凄まじいな。いやもうだから喋りたい話をしただけです。すごい、その心がすごいというか、いやすごいです。いや基本その枕話ってその本編にうまくつなげる、なんか雑談から本編にうまくつなげる話じゃない。いやそうです。で俺も一緒に組む時もう毎回関係ない話をするから、全然関係ない。結構始まって20秒くらいで、友川さん大丈夫ですかこれ、あのつながります、オチあります、っていうふうに振ってたんだけど、すっごい自信満々で大丈夫大丈夫だから聞いててって言ってずっと喋って、最終的に何もなしでじゃあ本編始めましょうかないじゃないですかっていうのが全公演だったひどいですからね。すさまじい。必死に鮭弁当が唐揚げ弁当かものすごくあの30分ぐらい悩んで、で唐揚げ弁当にしてパッて見たら唐揚げ残してましたからね。もうわけがわからへんから、もういやすさまじいな。すさまじいですよね。下ネタ言ってください。なんだ下ネタ、ちょいちょい流れんねんこれ。下ネタ言ってくださいってたまっとんか。ねえ、あ今これヒートアップしてますよ。ヒートアップしてるね、14分18秒ですか、いやでもちょっとやっぱ2年前か。やっぱ台本見てる目の回数が多いな今ね。今見るとそうね、多いな。やっぱ今あんま見ないね、これに比べたら。あんまり見ひん。だからまあ1回目っていうこともあって結構、いや怖かった怖かった、しかも意外と照明とかの塩梅で文字とか分かんなくなるからね、見えなくなるから。そう一番これはだから相当緊張してるんだ。まだ目離した瞬間に迷子なんねんな。そう慣れてないよね、慣れてへんから、めっちゃ怖いねん。そうで印をいっぱいマーカーとかでつけんねんけど、マーカーのせいで見えるの。分かる分かる、めちゃくちゃ分かる。そうめちゃくちゃ分かるわ。そうこういう時は怖いねん、もう声出してる時が怖い。そうだからやっぱり今はそれに比べたらちょっと慣れたというか、見失ってもなんか動揺しなくなったね。ああせんやった、つなげれるようになったから。そうだからこの時とあの今の決定的な違いが、これは俺はな、一人で何かまとめようとするんだよ。だからその一人で何かやらなって思うけど、やっぱ相手信用したら結構あの見てても辛くないねん。そうかもね。相手信用するってことを覚えましたけどね。そうね、そうかも、そうなんですよ。いやでもすっごいしっかりしてるわ。いや怖い怖いですね。もうこれはちょっともう恥ずかしいですね。俺意外と DVD もあんま見ないから、俺自分の芝居とか見ない。あ、俺見ひん見ひん、だからなんか不思議、新鮮、なんか
いやー俺も見えへんね。そう見ないんだよ俺。公演中稽古中の失敗談、失敗談だらけですよ。そんなそうそうそう、成功したことなんか一回もないですよそんなんね。基本はもう失敗から始まってますからね。いや、そうね。いや、なんやろ、なんかあるかな。いや、まあ、第3幕の千秋楽で下ネタ言い過ぎたっていうのはまあ失敗なんでしょうかね。あの、終わった後にプロデューサーから、うん、ちょっと多めだったねってちょっとピリピリした感じで言われた時は、本当に申し訳ありませんでしたと。いや、でも全然俺は楽しかったね。楽しかったけどね。いや、いいんですよ。楽しかったけど。楽しかったです。あの、中学生を思い出した。中学生の時を思い出した。下ネタ言ってた、キャッキャしてんのが。いや、もう、そうですよ。だから、今はね、これ放送やから、うん、あんまりこれは下ネタ的なこと言えないですけど、うん、やっぱ舞台はライブですから。そうなんですよ。でもそれは言いますよ、いろいろ。うん、はい。もう寝る前に思い出す下ネタ言いますよ。いやでもね、本当今はまあどれぐらいの下ネタかポロポロ分かるけど、うん、第3幕あたりはもう一番やっぱ不安定というか、いや、まあそうですね、言いたい時期だったから、うん、一回本当にお客さんが弾く音って聞こえるんだって思った時、うん、あ、分かる分かる、スーってさってなる。そう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 、なった時があった、ね、SE かなって思った時あった。さってなるんだ。さっていう音が鳴ったのかと思ったくらい、あるある、弾いてしまったから、あるある、反省しましたね。ずっとりょうくんがなんか俺の乳首つねってくるみたいな謎の時もありましたから。あったね。そうなんですよね。なんかいろいろありましたけどね、好きな下ネタ言っていいんだよって、なんなんだからさっきから下ネタ言わすやつ。どういうつもりで見てんねん。いやでも、うん、そう、下ネタも辞さないっていうのは一つ俺の中で、うん、このハンサム落語に関しては、うん、やっぱ他の舞台じゃね、うん、その、うん、いけないことがあるじゃない、まあ、あります。原作もんだったりもあるし、うん、その、うん、あんま下ネタっていうのってね、物語の中では結構厄介、うん、厄介じゃない、厄介ですよ、扱いづらいというか、うん、そうですよ。だそういうのをちゃんとしっかりハンサム落語では、うん、出せるというか、うん、物語の要素として出せるから、うん、これは一つ俺の中でハンサム落語は、まあ、下ネタじゃないんだけど、うん、なんか決まり事をなるべく作らないっていうのが俺の中のテーマというか、それは俺も近いところありますね、うん、なんか形式ばっちゃうと、うん、やっぱ面白くないですよ、うん、やっぱね、こっちもちょっとある程度揺れてないと、ね、お客さんもこう心揺れないですよ。そうね、それは分かる。だから、うん、下ネタもこれ、うん、ダウンタウンの松本さんの言葉やねんけど、うん、受けたら下ネタじゃないんですって、受けたら神ネタなんですって、だから下ネタを扱うときはすごく難しいねんよっていう、なんか神ネタっていう、上のネタって書いてね。あー、なるほどね。そうそうそう、下じゃないよそれはっていうことをなんかおっしゃってて、へえ、すさまじいお言葉ですな。そうですね、まあ、それは聞いたことありますね。いや、いい言葉だわ。振りを聞かせれば聞かすほど自分が不利になるからねとか、なんかね、ところどころなんかね、ためになるようなことをね、すごいね、ポロッと、はい、それ聞くんですけど、いいですねそれは。はい、だからそうなんですよね。だから僕らもただね、中学生っぽい下ネタ言います、もちろん。でも僕らもそこまで、実は今言ったなんか難しいこと言いましたけど、そんな難しいこと考えてないです、うん、結果なんか終わったら、あの、はけてから大丈夫やったって異様にリュウ君が聞いてくる会話、あの、下ネタ多かったなっていうぐらいしかねえ、漁師さん下ネタをね、漁師お届けしますよ、ちゃんと頑張って。そうです、どっからが下ネタやねんって話やからね。確かにね、今何でも厳しいじゃないですか。パッて言ったらすぐネットにバッて言われる世界ですよ、うん、すぐ広まっちゃいますからね。だってジャイアン、ドラえもんとかでジャイアンが優しなってんねんってな。もういじめて、なんかのび太をいじめたら、うん、もう BPO が溜まってへんから、なんかそれいじめに繋がるからみたいな感じで、ジャイアン優しなってんねん。マジで。いや、じゃあ、うん、ジャイアンにやられたよみたいなやつあんまない。あんまりなくなってるらしいよ。だからあれやね、うん、もうジャイアン、うん、あの、よく食べる子みたいな感じ。引きでそう。まあね、映画だったらジャイアンいいやつになるみたいなのはよくね、昔から。いや、それがええねんな。昔からあったけどね。振りが効いてるやん、それもね、うんうん、
めっちゃ怖い、めっちゃ嫌なやつだけど映画ではいいやつみたいな、そうそう、ガツンで重なるみたいな、うん、いやほんまそうらしいです、そうか、そうなっちゃうんだよね、そらそうです、アニメとかね、そうですよねえ、いや落語、ハンサム落語だけはね、いやもう守っていきましょう、ハンサム落語だけはね、これあと残り何分ですか、あ、これか、あと13分ほどなんですね、これそうね、うん、これは押した分はどうなるんですかね、本編、本編押した分はどうなんやろう、その指示を聞きたいですね、ねえ、うん、もう俺らも見えなくなってるしね、普通に確かに見えなくなっていつの間に真っ暗になったね、普通に話してたら終わっちゃったみたいな、そうですね、俺らの顔が見えますからね、うん、いや楽しいですよ、いやもうちょっと魅力をね、なんか伝えていきましょうか、ねえ、まあいろいろね、おっと来ましたね、ね、何なんですか、さっきからちょいちょいちょっとワイルドちょいちょい出すね、ワイルドなんですかね、それ履き違えてますけどねなんかいろいろありますね、トークの内容ではね、はい、いろいろありますけど、うん、何やろうね、あ、そうや、平野さんが皆勤賞なんか5幕まで、俺と龍子かな、そうやねんな、うん、うん、そうそうそう、いやだからまあ5回となるとね、あ、今自分の名前間違えたやん、俺、え、今自分の名前間違えたっつって笑い起こった、そう、うわ、林現象起こった俺に、林現象、え、あ、押した分だけ延長、あ、そうですか、んじゃあこれが終わるまでってことかな、そうですかね、15分、なるほど、15分押す、それは皆さんスケジュール大丈夫ですか、大丈夫ですね、ね、大丈夫ですか、りょうくん大丈夫ですか、大丈夫ですよ、大丈夫ですか、はい、なるほど、一応、うん、一応うちのマネージャーに言っといてもらっていいですか、すいません、ね、はい、まあそんなわけでございますけどね、え、あ、これそうか、2話分だけ見るってことなんだね、え、てかさ、これこんな長かったんだね、20分超えてんね、超えて超えてる、あれ、これ結構長いんだね、長い、あ、でももう終わりだ、あ、終わりだ、もう終わり、いやもう今普通の遊郭ですって下りとかもう絶対今リョー君やったらもうアドリブ絶対入れますからね、うん、これまだ人見知り期間ですから僕、人見知り期間だね、そうですよ、飛んでブーリンかってどういうことなん、それはちょっともうちょっと真偽を出して、どういう意味、なんで言ったんやろそんなこと、俺なんか声高い気する、この頃の方が、ほんまや、2年間で声低くなってしまったな、確かに、え、この時何歳、20…26、7、6、7、違う、2年前だから28か、28か、うん、27の時かな、そうか、量30か、今見えへんな、30ですよ、もうちょっとまだ学ランいけんじゃん、いや次の、うん、あの舞台制服です、高3ですまさに高3です、次マジっすか、いやもうちょっとしんどいですよ、やっぱ高校生は、いやいや、いけるって、可愛らしい顔してるからそれいけるよ、みんな大丈夫だよ大丈夫だよって言うんだけど、うん、やっぱなふとした時にあーまあねみたいな感じで来られて実際見るといやでもほんまあれやで、もうちゃんとせなあかんな、もう俺ももう今29、来年30やから、うん、いやもうこれちゃんとせなあかんでほんま、いやそうね、もう30ですよ、言うてもこんなもうおっさんになっていく一方やからね、うん、いやだから俺30になって、俺普通のイベントとかでもエロいこととか言ってこうと思って、うん、そういうイベントやったらやん、もう何やったらエロいことを言う、エロいことエロい、なんかエロ、なんかあんまり、うん、引かないね、ゾクッとする綺麗なエロスをね、うん、エロい駅名を考えるとかさ山手線の中でどの駅名が一番エロいか、シミヤとかでしょ巣鴨とか、分からんけどやばいね、ちょっとあの空耳アワーみたいになってきちゃった、いや、本当そうですよ、もう安西さんみたいになってきますから、いや、いいですね、そういうの楽しいですね、なんかいいですね、福山雅治さんみたいな、なんかあエロスがいいですね、ああいうエロスになりたい、ね、いいですよね、でも亮とかがさ下ネタやっても別に
大丈夫そうやで、うん、別にチンチンとか言ってもさ、りょうがね、うん、チンチン言ってても可愛いとかなるけど、俺やばいからね。もう言っちゃってんじゃん。いやもう言うてもんだけど、今亮の顔を映ってたからチンチンが成立したけど、うん、今俺の顔やからあかんねんこれ。そんなことない。いやいやダメなんですよ。フィンフィン、おフィンフィン、フィンフィン、おフィンフィン、ウィンウィン、おウィンウィン、ウィンウィン、おウィンウィン、あいいんじゃないですか、ね、おウィンウィン、いい連呼しないでっつってね。そうそう、おウィンウィン、ええ、これ亮チンは、うん、りょうちんは第2幕まで出てる。りょうちんもほんまにあれやな、沖縄の成人式やもん。本当だね、すごいなこれ。え、こんな髪色だったっけね。いや、こん時そうやって。ああ、そうなんだ。こん、すごいな。りょうちんともやったな、第2幕で。りょうちん、俺もやったやった。俺、さっきみんなやってんのか。みんなやってると思う。そうやね、こういうビジュアルでめっちゃいい子やからね、うん、いいね、ほんとそう。いい、で年、俺よりも上だもんね、しかも。そうそう、全然年上やけど31歳とかだもんね、うん、なんかそんな感じせんねんな。しないしない、ほんまにええやつやからね。すっごいいい人だ、ほんまに。あの、悪いことしたことないんちゃうかなって思う。はい、今までね。わかるわかるわかる。だからこういう感じのビジュアルやから余計それが加速するというか。そうやね、二人で一回飲みに行ったことあって、うん、で、最後にささみの、うん、ほんま、こんだけささみが残ってる。で、トイレから戻ってきたら、うん、ちょうど真っ二つささみ。かわいい。めちゃくちゃ可愛いじゃんそれ。ささみがちょうど真っ二つ。めちゃくちゃ可愛いね。うん。何それ。もう半分、半分ずつ。いや、したことないわ。ないよ。そうだ、こな、じゃあ取るでとかさ、うん、あ、食べちゃうねとかさ、食べてとかね、食べてとか、なんか そんなんやったりするけど、そんなんないわ。いや、可愛いわ。そんなことはないわ。ラジオチもな、またね、次はぜひぜひだね。戻ってきてほしいですね、そろそろね、うん、え、最初のメンバーってこの4人と、うん、リュウコとトモカズさんとジュリか。あ、そう、ジュリの7人か。そうそう、今回またジュリさん戻ってきたけどね、うん、ジュリさんこのタイミングで戻ってくるっていうのがなんかちょっと俺ずっこいなって思うね。なんでやねん。いや、ちょっとハンサム落語が人気出てきてからシードみたいな。いや、スケジュールでしょ、スケジュールですよ。いや、スケジュールかもしらんけどやな。スケジュールですよ。なんかちょっとずっこいなって思う。いや、俺すごい器狭い人間やから、俺そういうのそういうのめっちゃ思ってまうねん。俺、チュリさんとやって、や前できなかったから、うん、やってみたいなってずっと思ってたんだよね。あー、そう、俺もやったことないの、そういう浜、そのなんだっけ、最後の浜、芝浜、芝浜とか、ああいうの一緒に やってみたかったなと思って。じゃあ、うん、ジュリさん、ジュリさんとかなんかイケメンすぎるからさ。本当だよ、ね、緊張すんねん。これどういうこと。いや、あんねんって、そういうの。いや、その量とかさ、うん、こう飲んで、うん、なんかほんまに酔っ払って面白い量とか見てるから俺は、うん、だからまあそれは全然あれ、もうなんかおー、こいつおもろいなってなって、うん、全然普通に喋れんだけど、ジュリさんとかやっぱちょっとなんかあれやん、矢沢愛の漫画から出てきたみたいな感じあるやん。ちょっと矢沢愛の漫画から出てきたちょっと七的要素あるやんか。そうね。だから俺ほんまに、俺いつもこれ思うんだけど、イケメンの子らと芝居やった時に、あの、一緒に電車帰りたくないね俺。なんでなんでなんで。え、もうあれやね、緊張すんねん、釣り革を持って2人こう。嘘でしょ。いや、マジマジ嘘でしょ。ちょっと嘘ついて遠回りして帰る時やもん俺、こっちやからあんねんあんねん、帰りたくないねん、できるだけ。マジで。あるある。俺それ一回使ったことある、ジュリさんに。ああ、そう。この時かな、うん、あの、別々の逆の方へ乗って一駅、本当に一駅で降りて、あ、そう、また折り返して乗ったって。あ、もう俺もう緊張すんねん、あかんねん。へえー、うん、まあ、でも確かに、うん、顔綺麗な人と初対面で芝居する時ちょっと恥ずかしい、うん、いや、そうやろ。目見られても俺ちょっとドキッとしちゃう。そうやね。そう。なんか、うん、あ、分かる。めっちゃあんねん。で、どういうキャラか分かってへんかった時に、ああ、
なんかどう喋ったか分かれへんし、うん、絶対俺と趣味合えへんと思ってまうから。今回さ、うん、落語はさ目合わせないじゃん実際。合わせない合わせない。2人こうやっているんだけどこういう芝居で向き合って芝居しないじゃない、うん、しないしない。だから俺たまにアドリブとか言ってパッて横と目合うと、うんうん、ちょっと恥ずかしいの今今ちょっとね俺誰とでもなんだけどなんかちょっとついアドリブ言われたりとか俺が言っちゃってあってこうやって見合った瞬間俺すっげえ恥ずかしくなるの。でも顔赤くなってると思うよ俺。いや気持ち悪いですね。わかる。なんかさ、なんかわかるかなこの骨笑眉というか。わかる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 。そう。わかりますよ。いやわかります。めっちゃわかるし。うん、なんかな、俺量って結構不思議で、うん、なんかいろんな顔もまあ役者としてはいいことなんですよ。いろんな顔持ってるなと思うんだけど、うんうん、結構可愛い顔して。なんかお兄さん肌のとこもありつつ、うん、でめっちゃ寂しがり屋なとこもあるし、ね、酔っ払ったらすごい寂しがり屋だね。そうね。もう話さないからね。うん。LINE とかで今飲んでんだけどだけ来るから。いや知らんじゃないですか。あなたが飲んでるかどうか別にテレビで速報流れへんし知らんよそんなもんです。そう、まあ、そういう感じだから、うん、どれがほんまの量なんやろって思ってまうねん。あだから今みたいに照れる瞬間ってあるやん。あるでその俺も分かんねん。うわ量照れたなっていう、うん、どれなんやろ家におる時どの量の。いやでもね家でもね、うん、違うかも。違う毎日違うかも。普通にテレビ見て急に踊りたくなったりとか歌いたいとか。いや怖い怖い怖い。どういうことどういうことどういうこと。なんか音楽とか CM とかになって、うん、いい感じだとなんかうーっていきなりやってってみたりとか、なんかいい歌が流れたらちょっと一緒に歌ってみたりとか、あとトーク番組とか絶対一緒に混ざる。あのなんかテレビって本当はガツンって突っ込みたいけど禁止用語とかあるから結構ナイーブに突っ込む時あるじゃん。それをズバって言いたい。あ、一緒に言ってもらうよ。そう、あのもっとえぐい言い方を一人だからいいじゃん。どんな突っ込みしてもっていうので普段できない突っ込みをなんかわーっていうようなやつをブワーってやったりするのが好きなの。いやこれほんまちょっと事案発生しますよそのうち。いやほんまにほどほどにせんと。そう今もう赤いので平野亮30ふーってなかなかほんま怖い怖い話ですよ。いやーまあね、うん、いや危ない人ですよほんまに。いやでもまあ、うん、亮は面白いな。ちょっと変わった。あんまり会ったことない。本当。うん、人種ですね。寂しがり屋って言われることもあるけど、うん、逆にね、単独行動多いねとも言われるんだよね。あ、でも俺そっちの方もなんか、うんうん、単独行動な気がする。うんうん、なんか俺基本そうなの。めんどくさそう。俺基本そうなの。なんかあんまり、うん、だから誰かと一緒に帰るとかも、うん、俺基本あんまないんだよね。うん。うんのくせに一人は寂しいんや。一人になると寂しくなる時がある。いやこれほんま難しい。俺絶対彼女にしたくないわほんまに。なんかねプライベートはいいの、うん、プライベートはだからゆうやとかあってさ、うん、遊びたいんだけど、うん、俺でもゆうやと稽古後は一緒だとするんじゃん、うん、そしたら一回家に帰るまでなんか一人でいたい、うん、うわもうこれ絶対なんか仕事だとね、うん、だから普通に一緒に帰ろうって言ってもあ俺今日一人で帰るわとかも結構あるし絶対絶対結婚できんで、そんなん。いや、マジで。マジか。そんなん言ってたら一生結婚できんで。やべえ、俺すげえ年々言われるんだよね。そんなんでもいいから、りょうくんと付き合いたいとか言う人多分いっぱいあると思うね、これ見てる人な。いや、もうね。いっぱいあると思うね。すぐコメント流れるから、もうすぐ流れていくから、こんなこと言ったら。いや、なことない。ほら、はいとかな。ほら、はいとかな。な。いやでも最近多分もうめんどくさいっていうのももう分かってますか、みたいな。いやいや、分かって、いやもうはいはいとか、はいとか来てるけど、ただ一番これめっちゃ来たな。これ一人が全部売ってたらおもろいけどな。結婚するとかそこが。いやそんなん絶対あれなんですよ。理想追い求めたらそんなもんなってまうんですよ。そんなもん。はい。私と結婚してくださいお願いしますとかねえ。だ逆にいくつで結婚したいですか。俺もうしたいよ。マジで。マジで。もうしたい。うん、そうなんだ。全然したいし好きやったらするしね。マジで。もうするよ。もう したいよ。もう早くもう子供とか俺早く会いたいもん。あなるほどね。うん
そうだね、子供ね、もう可愛いね、ほんま可愛いね。いやだから俺、うん、なんか年々やっぱ子供とか可愛いなって思う気持ちがどんどん増えれば増えるほど、うんうん、この世界に産み落としていいのかっていうね、いやでも怖いんだよね俺もう今の。いやもう違う違う、俺ね、うん、姉ちゃんが最近まだ第2子授かって、うんうん、もう最近喋れるようになって、あのその、まあ、赤ちゃんおんねんけど、うん、もうめっちゃ可愛くて、でも次もうその会った瞬間なんかな、やっぱ血ってあんねやろな、こう初めましてじゃない感覚っていうか、マジで俺の姉ちゃんですらなんかグガッてなるから、マジでもう何でも買ってあげたいし、もうそうやね。でほんまに俺も、うん、自分がもし結婚して赤ちゃんできて、うん、生まれたりとかしたらどんな気分なんねんやろとか思ったら、うん、早く結婚したいもん。そうか、そうか。いやほんまに、だ俺も姉ちゃんがさ、うん、まだ結婚して子供いないから、うん、あれだけど子供できたらそうなんのかな。いやなるよ、なるし、量とかキャラ的に結婚しても多分お客さんとかそういうファンの人離れへんと思う。あ本当ですか。俺も多分俺のついてくれてるお客さんとかって、うん、別にそういうことではないと思うね、うん、あのお芝居し俺の芝居が好きでとか亮の芝居が好きでとかでついてきてくる人だと思うんだな、うん、だからなんかね、俺は結婚はねもうほんまにしたいと思ってますね。結婚ね、うん、いや怖い、うんそうね、だから、うん、あの姉ちゃんに子供が生まれてから考えますあれ、なんで姉ちゃん頑張ってくださいね。なんですか、あ大丈夫ですか、ねもう画面がねもう映らなくなりましたけど画面が消えちゃってますけどね。いやだ逆にもう 10年後20年後、うん、結婚して、うん、お互い子供もいてこうやって会ってたら不思議じゃない。いやいやもう不思議やね。もうその時に多分このさ、うん、今日の映像とか見たらマジおもろいんじゃない。いや面白いと思うよ。あおい臭いこと言っとるかなみたいなしてまえしてまえみたいな感じになるんじゃない。もうすごい。だからもう最近さ、もう俺もうほんま泣いたニュースあんねんけど、うん、マジで泣いたニュースあんねんけど、あの子供が餓死して赤ちゃんが、うんうん、なんかその赤ちゃんがまだ生後何ヶ月かねんけど、で餓死した遺体が見つかってんけど、それがお腹の中からロウとかアルミ箔とか玉ねぎの皮が出てきた。もう考えられん。考えらんない、ね、同じにもうな、そんなことすればもうほんまもう人にあらずだよ。同じ目に合わせたらいいねん、その親をコンクリートのところの詰めて、もうあかんわ、あかん、しんどいね。いや俺もうこれを普通に流せるメディアもちょっとなんかって思ってまうし、いやこれはねもっと慎重に捉えた方がいいよっていうね、うん、だからあれだよね、うん、その、うん、前からあったのかもしれないけど、うん、やっぱそういうニュース最近多い気するもんね、その子供、ね、じゃあ産むなよ、育児放棄というかね。そうやね、産むなよ。犬とか猫ちゃうねんね、ほんまに。犬とか猫でもあかんけど、命の大切さってからそれ分からなあかんねんってことなんだよ、ほんまに。ってかハンサム落語の話で何で話してんねんって話だけどすごい、なんか本当ワイドショーニュース番組みたいになっちゃった。本当にこの時間何を話してんねんってことになる。めちゃくちゃ深い。結構なんか俺も普通に話しちゃってたけど、本当にこの時間やってるニュース番組みたいねえ。でも、まあまあ、なんかそういうなんか、うん、あの東野さんと、ま、松本さんがやってる、うん、お昼でやってちゃうワイドショーみたいな、そんなになんかかっちりニュースじゃないけど、うん、自分の意見もちゃんと言っていいみたいな。いそういうのやってみたいね。やってみたい。でもそれはほんま今度始まるボイストークでやってみようよ。あやろ。あそれいいかも ねそうですよね。なんか違う作品の話しちゃってんじゃん。ねじゃあごめんなさいね。今日はハンサムラグですから。ですね、そうですよ。クリエさんでよかった。便利やな。ちゃんこいのこと言っても別に音がめないですもんね。ねえ、ハンサムラグですから。そうですよ。だから今回これ見て、あ、ちょっとこれ聞きたい。今回この放送見て、うん、ハンサムラグちょっと行ってみようかなって思った人いるんかな。ちょっと書き込んでほしいな。行こうと思ったとか。うん。うん、まだまだあの余裕あるみたいですから、うん、あの。いや損はねさせません、うん、絶対にね。なんかあの回数増やそうかなって思った人とか、うん、あ俺増やそうと思いました。嬉しいですよね。いや損はさせませんよ。いや本当だから、うん、なんか役者ってすごい、うん、まあ見てる方が知ることじゃないんだけど、
役者ってすごいなんかふわふわした商売というか、はいはい、いろんな映像だったら、ね、こういう音とかその寄ったりとかに助けられ、うん、舞台だったら照明音響といろんなものに助けられとか、うんうん、その実その役者の心というか、うん、芯が見えないことも多々あるじゃない、まあ、あります、まあ、もちろん見せないように演出なんだけど、うんうん、ただアンサムル語って結構裸で、うん、その役者がぶつかるじゃない、うん、そうだから俺好きなんだけど絶対損はさせない損はさせんし一回見たからいいやじゃないんですよ一回見たからいいやとかじゃなくて毎回そうさっきリオも言ったけど毎回違うしやなあの何がすごいかって全部色違うからそう分かるわ全部色違うし分かるわこれねあのカメントでお金がないっていう方いらっしゃって確かにお金がないとそれはもちろん厳しいかもしれませんでも今からやったら毎日100円貯金するだけで見れるんですよいやほんまにこれせこい話言うんですけどいや本当に見たら人生観変わると思ってるんですよ僕たち熱いこと言いますけどお芝居やってる意味ってねお客さんのなんか価値観か世界観変えたいっていうのもあるんですよ、ね、役者ってのはそういうもんですからね絶対そうなんですだからそのために僕らやってますしそれが必要なくなったらエンタメっていう世の中がもういらなくなるからそれは皆さん本当に僕の情熱がどこまで届いてるのか分からないですけど見て損はないと思いますからはい、できれば、公演までに、ね、100円貯金するなり、うん、じゃあ俺もするし一緒にしよう一緒にしようっていうことでもありますしそれだけ僕おすすめしますし俺おすすめしない舞台は本当に俺ツイッターでつぶやかないですから、うん、一切本当そうですよそうですかこの前やった芝居俺一回もつぶやいてないでしょちゃんとしないやいやかいや本当つぶやいてないでしょ、はい、本当そういうことなんですよおすすめできるやつは本当にしますだってそれは責任ありますから、うん、宣伝する方もねそういうことです以上ですちょっと小籔さんみたいになっちゃってんじゃん小籔、いやいや、ほんとそうですよ小籔節が嘘ついたらしゃあないですよ面白くないみたいに面白いですって言ってもしゃあないですからそりゃそうですよ、まあ、ね、嘘はね、はい、嘘はつきたくないですからねうん、別に干される、別に干されないですよそういう仕事してないですから、大丈夫です、うん、はいまあそういうことでございましてね命の灯火がね、はい、このハンサム落語には役者の命の灯火が見れると思いますね、うん、あ、崎本さんについてね、喋ってないさあ、さきもっちゃんね。さきもっちゃんさ、うん、落語をやったら単発だけどさ、うんうん、映画とかで見ると髪めっちゃ長いよね、いつも。そう、牛島君とかね。俺、そう、いつ切って、いつの投げんだろうって、いつ、会うといつも短いんだよな。あれ、どういうシステム、スイッチがあるのかな。それ多分、伸ばす、なんやろ、短くするスイッチが。付け毛やったら面白いですけどね。でも、この前会った時も短かったからな。あ、そう。いや、でも短かった。さきもっちゃんはね、でも戻ってきてほしいね戻ってきてほしい、さきもっちゃん楽しい俺、うん、大先輩のさきもっちゃん、実は年は下なんだけど、うん、俺、劇団にね、子役児童劇団にいた時の先輩なの、うん、あ、そうそう、へー4年くらい先輩なのかな、だからあ、そうなのそうへー、あ、実は子役からやってんやったっけ俺は中学生からで、で、だからさきもっちゃんが、うん、さきもっちゃんいくつなんだろう28とかあくらいだよねくらいだから多分小5、6でやってるんじゃないかなすごいすごいあじゃあ子役からやってはんねやそうそうそういやでもうまいよねうんうまい、うん、また声がね素敵だしねえ今たまたま耳集中したのがりょうくんがピーパッパッパラッポって言ってるとこやからんよりチャラく聞こえてしまったっていうのもありますけどあ画面また消えましたね、うん、あれねえいやさきもっちゃんをなねえまあそんなわけでございますけどもうそろそろ終わるのかなこれも終わりますねあと6、7分うんねえ2人ともいい声あ、りょうツイッターやってへんのやってないあ、そうなんやうんいやでもやらんでええと思うで、うん、俺もなんかどうしようかなと思ってるからもうへ、うん、俺だからツイッターのシステムいまだに俺よくわかんないんだよねやってないからいやもう気軽につぶやけんだからななんかさリツイートとかなんかいっぱいあるじゃん、うん、用語がそうそうあんまやらんでええと思うねんけどうん俺もブログにしようかなと思ってますからもう、うんうん、ブログはやってんのブログはやってますけどでもあの欄干で回してるブログやからうーんあーだからいやほんまたまにやねんけどほんまうっとしい意見くんねんなんかツイッターで。で、それで多分。ツイッター何なのあれ、コメントみたいなのが来るの、うん、コメントみたいなのが来て、うん。で、それを、なんかまあ、なんていうのかな、ブログよりも手頃な、うん、ほんまにつぶやき。だから手頃すぎて炎上したりする人が多いね。なんか、言ったらあかんこと。酔っ払った勢いでなんか、
ボタン一つでポチってやったらもうなんかそれがもう発信されてまうから、なんかブログよりかは手間があれだから、だからその向いてる向き不向きはすごくある。うーん、俺ほんまほぼあのお尻のことと乳首のことしかつぶやいてない。どういうこと？じゃあどういうことなの？ほぼつぶやいてるね。いやつぶやいてる。お尻と乳首のことがなんか、うん、書いてない。生きててお尻と乳首の話をそんなつぶやくことがあるんだね。限りなくアナルに近いところが書いてる。やめろやめろ。やめろやめろ。いやほんま誰も得しないんだよ俺のツイッターで。うん、まあそんなわけでございましたけど、これはどういう状態ですか今は。過去映像終了5分前ってことは放送自体は5分後にまだちょっとだけあるってことです。ああなるほどね、わかりました。じゃあ終わりまでしまいまでちゃんと見てね。ちょっとねちょっと見てみましょうか。ちょっと見せる確かにいや今回ね触れなさすぎてちょっと触れてみましょうか俺らで盛り上がる。そう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 、ちょっとねちょっと触れてみましょうよ。はいはいはい、なるほどね。だ途中からだから今どんな感じなのかちょっと分かんない。あんま分からないですけどね。あー死神か、あ死神かって終わる頃に気づくってこれそれ佳境ですよ、かなり佳境。あーでもあれやな、りょうくん、りょうちん、りょうちんは、りょうちんはほんまに台本をしっかり見てますっていう芝居するな、うん、人によって違うよね。違うね、みんなスタンスがさ、うん、だそれも何にも決めてないもんね。本当に各々の好きなプランテーションでやるから、うん、そう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 、だから全部違う、ね、でもね暗記してやるのとは違う気がするんですよ、うん、ちょっとね、うん、なんか、うんうん、そうね、だからその作品によってはありだったりなしだったりもあるのかもしれないけど、うんうん、俺はなるべく考えてる、そのあえて見るところと見ないところはなるべくちょっと研究していきたいな。荒木君は一切見てなかった気がするってコメントはあったんですけど、うん、まあ、それがいいのかどうかっていうのもあるんですけどね、うん、加藤さんが最後オチを言って音楽が流れ始めたらエンディングカンペをしっかり読むっていうねうんねえ、だまあこれはもうおのおののね、うん、おのおののプランだから演出もそんなされないもんね、うん、ここはこういう話だからこういう感じでっていう大まかな流れはあるけど、個々に対しては出してきたそのプランとかは何も言われないから。言われないですね。まあ確かに顔見えた方がいいっていうのはある。あ、そうね。うん。まああるんですけどね。やっぱそれやったら一人でやればってことになってまいりますから、うん、まあ掛け合いですからね、難しいんですよね。うん。なるべく俺的にはそのここ聞かせたいなってとこは一応読んで、うん、逆に見て目で楽しんでもらいたいな、楽しめてもらえるだろうなってところは結構遊んでっていう風に作ったりはしてるんだけど、まあねこれは何が正解かまだちょっとねやっぱ分からないんでね。いや難しいですよね。難しい、難しいですよ、うん、すごい声ですねもうまさにドラえもんやねドラえもんか、まあニャンチューの声、ニャンチューね、ニャンチューね、ヒロミさんね、いやこんな芝居じゃないね。これはすごい、ね、おもろいな、いや面白いね、これはアニメーションダンスみたいなおもろいな、いやいいですね、いいですね、いいです、いや映像で見てもいいですね、いいです、いいです、来ますね、うん、やっちゃったよっつって、映像で見た方がりょうちんうまいなどういうこと、補正かかってるみたいになるこの
音がない空間は最初すげえ緊張したけどな。緊張しますよ。一つだってポロって間違えちゃっても音もないから、うん、ずっとシーンとして変な空気だけが漂うみたいな。そう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 。だから今は逆にねそれが楽しくてできるようになったけど、いや確かに、だから無音に慣れてないっていうのもすごい。だからやっぱ演劇ってやっぱ音楽結構重要じゃない。重要。音楽流すだけでそのシーンが分かる時もあるし、だからすごい。無音ってすごいねんな、うん、じゃあこれちょっと生見てもらい、生見たくなったんじゃないですか皆さん。いやこれ生がいいよね。生が、生がいいよ、うん、生がいいよ、生だよ生だよってグリーンだよみたいになってるああ酒飲みたくなってきた生だよ言って、うん、生がいいんだよ。あ、終わりました、ね、終わりましたよ、終わりました。ありがとうございます、ね、いやいいですね。いやいいです。やっぱ面白いこといっぱいあるんですよね。ありますね。終わりましたということで、はいはい、ということで第1回放送が終了しましたということでね、はいはいはい、うん、あこれ、まあ、あこれじゃあまあいいですよ。もう散々ちょっと喋っちゃったけど、喋りましたね。最後にじゃあ一言ねメッセージ言っていきましょうか。言っていきましょう。じゃあ僕ね、じゃあ平野さんから。いやぜひぜひこれ、もう、あこれはね、後でまたやるからいいとし て, いいとして段取り間違えるって、すいません。ああ、いや本当にあの僕らも命かけて、うん、あの頑張っていきますので、うん、はいはいはい、ぜひぜひ見に来てください。そうですね、もうそれしか言うことないですよね。今日はありがとうございます。はい、いやまあ何を言いたいかって言いますとですね、やっぱそれぞれのキャラクターがそれぞれ立ってるっていうことがやっぱハンサム落語の魅力だと思うんですけど、はい、まあ、一回俺と林くんが絡む回は皆さんぜひ見届けてほしいなと思いますね。林くんあれですからちゃんとしようと思ってあのって咳込んでからタンが絡みまくるっていうどういうこと、どういうこと、こともありましたし、まあそんな彼が大好きなんですけどね、まあ、それぞれ、ね、あのいっぱいいろんなペアで雰囲気も変わってくるので、うん、皆さんちょっと楽しみに、お金がない方はですね今から100円貯金をしてですね、はい、もう来年に向けてちょっと準備しておいてください。僕らも頑張ります。ありがとうございます。はい、はい、ということで、じゃあ告知というか、はい、ハンサム落語第5弾のですねお知らせ、うん、ということでですね、はい、なんとハンサム落語、うん、ニコ動配信を記念しまして、はい、イベント付き公演チケットを販売いたします。よいしょ。これはもうどういうこと、どういうことだこれは。これがですね、うん、イベント付きチケット、うん、あ URL が出てるのかな、うん、今から出る URL が出る。そう URL が出るんですけど、その、うん、こちらのっていうのが分かんないですけど、まあ調べてください、うん、あ出てる出てる。イベント、うん、月公演チケットクリックでね、うんうん、飛べます。2015年1月17日からの販売開始か、うん、ほうということです。お値段は通常のチケットとなんと変わらない。なるほど、ね、イベントがついてるのに変わらないということ。いやイベントが何なの。クリエさんの傾向としては、うん、イベントに命かけてるとこありますから、うん、すごいよね。本編ばりのボリュームでイベントをお届けするっていう、すっごいしっかりした。いやもう近いこと言うと、うん、あのボーイズトークっていうね年末やるじゃないですか、うん、はいはい、あれの特典映像がほぼ本編ですからねそうね、はい、いやだからね、まあ、ちょっとそのイベントがかなりすごいことになるんじゃないかと思ってますけど、はいはい、これイベントがですね、はいはい、2015年の1月31日、はい、1月31日、都内某所にて、はい、キャストと皆さんでチェキ撮影会ができるということですね。わわわ素晴らしいですね、はい、うん、はいはい、なんとでイベント参加キャストはですね第5幕より磯貝龍子さん、小谷友和さん、吉勝さん友和さんに侵食されてるわ。俺ちょ今コンタクトしてないです、申し訳ないです。僕たち残念ながら参加できませんが、あチェキ撮影頑張ってくださいということでございますね。うん、あそう、はい、2人あ俺ら出ねえんだなあ出ない、俺ら出ない2人だけなんで、ね、そうなんですね。そういう方法でいきますかいやちょ僕らもやってみたいですねそうですね、チケット販売 URL ですね、今画面上に出ている URL になります。カンフティさんだけで販売ですのでお気をつけください。はい、もちろん、イベント付きではない通常のチケットもですね、うんうん、現在もう発売しております。おいおい、でより良い席でご覧になりたい方はですね通常のチケットでお求めください、うんうん、そうするとね前の方がね、うん、見れますん で,、はい、で今発表したチケットの詳細などは、はい、クリエチャンネルのブロマガにも掲載しておりますので要チェックでございます。はい、詳細はですねクリエの公式ツイッターのでも更新していきますので、そちらも、フォローしてご覧ください。お願いいたします、はい、というわけで
あのなんか告知とかあれ。告知、僕明日ね、吉本無限大ホールでソロイベントがあるんですよ。無限大でやるんだ。はい、宇田川交番のね、すぐ近く、うんうん、ブックオフの向かいにね、吉本無限大ホールって渋谷にあるんですけど、うん、夜の7時からありまして、まだチケット若干あるんですけど、あ、ぜひぜひ。はい、今回人生最後のイベントにしようと思ってるんで。なんでなんで、どういうこと。もうソロイベントやめようかなと思いましたね。あ、今までコンスタントにやってたんですけど、なんかちょっともうやり尽くした感があるので、もうかなりの、いや俺自分で言うんですけど、めちゃくちゃおもろい台本書けたんです。そうなんだ。だからまあもし迷ってる方がいらっしゃったら、もうチケット2000円です、うん、でゲストが、川本成さんって方、持続に役の川本成さん、はいはい、あと劇作家で今小劇場で一番売れてますね、根本修子さんっていうあの方と、あとフットボールアワーの岩尾さん、うん、とあと八神蓮君と、うん、あとブルドッキングヘッドロックって劇団の主催の西山さん、西山博之さんと、あと横山雅文君も結構人数出るんですけど、うん、でチケット2000円ってことはすごいね。あ、もう元取れないんで。すごいね、はい、クソ赤字イベントです。すごいね。そうです、豪華だね。いや、そうです。だからまあ皆さんちょっとこうね、今年1年お世話になりましたっていう意味を込めて、うん、なるほど、まあ、お客さんに対して、ファンの方に対して、まあ、お礼ということのイベントをさせていただきたいので、まあ、最低限の劇場の最低限に払わなあかんのが2000円らしいので。あ、なるほど、ね。まあ、それに合わせましたけど、はい、なるほどなるほど。いや、はい、ぜひぜひね、皆さん明日、そうですね、もし時間あればよろしくお願いします。はい、すいません、はい、というわけでもう締めますか。はい、ね、これ台本は本日は最後までご覧いただきありがとうございました。今度はぜひ劇場でお会いしましょう、はい、私平野亮と宮下優也です。ちょっと意味が分かんない最後お送りしたのはとかだったら分かったけど、急にお会いしましょう私平野亮と何なのかな、これ何なんだろう、ね、これレギュラーで僕ら出ていいんですかねということでございます。やりたいと。あ、そうか、え、次週は次週ないんだね。あ、今回だけなんだね、特別だとね。いや、だからね、まあちょっと、まあそうです、これとかのね、いろいろ、ちょっとトラブルありましたけど、すみません、最後まで付き合いありがとうございました。見てくれてありがとうございます。すみません。では良い夜を。はい、明日間に合うなこんなんでいいのかな、こんなのいい。バイ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 。はい、イベント来て。